な。もう。これいらない。はい。コメントまだ見れないんですけど、どうしよう。ジオにまた聞こうかな。ちょっと待って、コメント見えてない。なんかコメント見れない、なんでやろう。ちょっとなんでもう。見た。はい、始まりました。携帯回してみて。あ、なるほど。ちょっと画面、あー、ほんとや。はい、ごめんなさい。あー、倒れる。はーい、できました。コメント入れました。ありがとうございます。やったー、さっきぶり。大丈夫です。横にして、横にしたらできるようになりました。教えてくれる人ありがとうございます。やった、コメント見れたぞ。 SK の10期生からバドミルさんめちゃくちゃ人気だという報告だけしに来ました。そうなんですか、嬉しい。やった、ありがとうございます、報告。なんでだろう。はい、皆さん初めて生で見ると、そうなんですか。あ、ミラーボール来た、ありがとうございます。ずっとバナナ踊ってる気がする。さっきまで9時から9時半まで AKB48 さんのショールームの「明日よろしく」ってやつに出てて、私のショールームで10時半にしたんですけど、なんで10時半にしたかというと、夜ご飯食べてました。本当は9時半ぐらいに終わって、10時ぐらいにやろうかなと思ったんですけど、ちょっとお腹空きすぎてできませんでした。仕事で夕方見られなかった。ああ、そうなんですか、お仕事お疲れ様です。何食べたの？コンビニでスープとウインナー食べました。めっちゃん機械落ちすぎる。そうなんですよ。機械嫌い。再放送かと思った。違います。EV に目がいっちゃう。ダメ。手持ちじゃなくなったのに。はい、卒業しました。スープといいので足りる。足りました、全然足ります。今度ふわみゆなんて遊ぶんやけど、推しのポーズしようってなって、みゆちゃんポーズある。なんやろ、あるかな、作っときます。フォロー増えるかな、してください。今日は背景がおしゃれやね。そんなことないですよ。なんかそう、両手が使える。イエス、ありがとうございます。こんな遅いのに見てくださって嬉しいです。顔は相変わらず近い。遠くなりましたよ。ほら、遠いでしょ。コメント読んでたら近くなっちゃうんですけど。夕方入ったの、おなみゆの大きい内跡スケ部に多分気づいて。気づきました、ありがとうございます、嬉しかったです。ビリビリイラついてなかった。イラついてないです。ほんまに痛すぎて。めっちゃ苦手なんですけど頑張りました。ビリビリめっちゃ痛くて、なんかあんまり痛くないのとめっちゃ痛いのあって、もうめっちゃ痛いのはもうほんまに痛すぎて、今日の負け嬉しい、めっちゃ似合ってる顔。やった、これ固定ヘアなんです。でも公園出たら汗でストレートになります。ブチ切れてた。切れてないわ。切れませんよ。今日お姉さん感がすごい。そうですか、やった。でも前髪伸びてきたから、そろそろ。みゆちゃんの個別生写真届いてる。あれ全然漏れてなくて、もう
やばい、やむどうしよう、写真本当に、なんか写真本当に苦手で顔やばいユナとアイコンタクトしたらそう、ユナと一緒に出れてよかったです。めっちゃ安心して、あのユナのあの演技のやつめっちゃ面白くなかったですか？あれやばい、なんなんあれめっちゃおもろい、ほんまに写真欲しい。ダメー、でも嬉しいけど漏れてないんですよ。コペチ生写真も最強に可愛かった。嬉しい、やったー、今日夕方で初めましてでした。そうなんですか、来てくれてありがとうございます。テロップ書くのはまだ勉強中。なんかテロップ書いてたら無言になっちゃいません？いいんかな、癖強い、言われてね、ほんまに言われてましたね人生で初めてのスケボーめいちゃん、そうだったんですか、めっちゃ嬉しかった。結構あの後ろの席のですよね。私のお友達みんなミュウのこと大好きだよ。やったー、リナピさんはどうですか、好きですか高校生だけどみーちゃんに会いたいから大阪の大学を目指します。ほんまに大丈夫、どこに住んでるんですか今。嬉しい、大阪楽しいですよ。私も大学卒業して大阪出てきました。桃のボケ一つ笑うたで、どれ面白かったですか僕も大阪の高校目指します。高校生ちゃうやろみゆちゃん今日お嬢様っぽい。なんでやろう、髪の毛かな。今日いっぱい気づいてくれてありがとう。どういたしまして。義理の妹がみゆちゃん気に入り、やったー、嬉しい。5ヶ月前まで大阪にいたのに、引っ越されたんですか。見取り図が M1 勝ったらみゆが勝利の女神かも。そんなことないですそれはないビリビリのリアクション可愛かった。全然可愛くなかった。まあ、最後の方無言でしたもんね、私痛すぎて。みーちゃん白マジでいいね。そうなんです、私白似合うんですよ黒があんま似合わなくて。しんやさんこんばんは。大阪の幼稚園行って一人暮らしする。あら、3歳の方ですかみーちゃん今日も可愛すぎる、嬉しい。今大学1年生。今は大学生はリモートで授業とかですかね。あのビリビリガチやった、ガチですよ本当に怖かった。初めて生身を見ろって、今日来てくださったんですか、ごめんなさい、くしで顔ときます。顔じゃない、髪の毛、ここの前髪ちょっと変なんですよ。もうよいしょっと、エクボ可愛いです。これエクボなんですかねブログに書いてた悔しい気持ちすごく大切なことだと思ったよ、素晴らしい頑張り、ありがとうございます。本当に今日の前髪は何点、今日は20点低い。ミュウに激臭靴下当たってほしかった、絶対嫌だ、もう臭いのや。生ミュウは可愛かった、やったー。あのね、公園で汗びしゃびしゃ見られるより全然良かったですあれほんまにミユ人気になりすぎて遠い存在になってきたわ。どこがですか私全然人気ないですよ、もっと応援してくださいあ、ミラモールありがとうございます。画面がブレてないけどミユちゃん自身が揺れまくったごめんなさい、止まる、止まれ。お話し会完売おめでとう。そうなんです、嬉しい。販売ならんかったらどうしようって
毎日毎日思った。ほんまになった。皇帝のギャグ、ジーヤ知ってる？知ってますよ、大好き。お話し会、みえちゃんのお顔めっちゃくっさくってくっくっくえーん臭いに見えた。人気あるです。うん、ない。後ろのお星様かも。あー、これか、これね。お話し会のクソも決めてるの。あー、でも次の1回目のお話し会にトナカイしようと思ってたんですけど、誰かに、七騎士の誰かに初めにコスプレしたらなんか良くないらしいみたいに言われて、と思って、せっかく買ったのにと思って、私服にしようかなと思ってるんですけど、そうなんですか、誰か教えてください。初めにコスプレしたらダメなんですかね。まあ、びっくりするんかな、みんな、こいついきなりコスプレしよるみたいななるんですかね。ほんまにみえちゃん人気すぎて、もう絶対覚えてもらう気さえ、覚えてます、いつもコメントありがとうございます。そんなことないよ、そんなことない、ほんまですか。やばい、前髪が、腹出しでいいよ。お腹はレッスンの時ずっと出してました。それは個人の自由。まあそうですよね、なるほど。こんばんは。トナカイは季節ものかもしれん。そうですね、サンタじゃなくてトナカイ。あ、2回目にサンタさんしよっかなと思ってて、はい。でも私赤色が嫌いで、赤の色の服着たことなくて、サンタさんって赤色じゃないですか。いきなりこんな人気出てる子珍しい。出てないんですよ、みんなもっと応援してくれないとダメですよ。赤羽のトナカイの名前知ってる？ん？チョッパー？黒サンタ、あーなるほど、耳長いトナカイ、そう、もうこんな、もうすっごい長かった、めっちゃ笑われました。私の腕ぐらい長いトナカイの角の。あ、みんな TikTok 見てくれましたか？赤色アレルギー、まあそうですね。イーブイのコスプレしてほしい。そうなんですよ、イーブイのコスプレしたいなと思って見たんですけど、あんま可愛いのなくて、なんかボツってなりました。サンタさんもともと緑やったよね。そうなんや、ほんまですか、嘘ついてません。衣装で赤色あったら泣く。なんかタンクトップの、10周年コンサートの時にキラキラでスカートがチェックの衣装あるじゃないですか、あれが上が赤やったんですよ。で衣装さんに私赤嫌いなんですって言っときました。はい、でもなんか意外にみんな似合ってるって言ってくれて、あと恋愛被害届けっていう歌でも赤色の衣装やったんですけど、意外と似合ってたかなと思って、ごめんなさい、前髪ときます。ゆうちゃんのショールーム初めて来た、可愛すぎる、押せる、え、押して押してください。TikTok 可愛かった、やったー。さっきアキラ選手と話したんやけど、赤いオープンカーじゃなくて、話したんですか、なんで。そうですよ、乗ってますね、びっくりしました、石尾さんにそれ言うのおもろい。7期生結構正直な子が多くて、はい、すいません。恋愛被害届めっちゃ可愛かった、やったー。恋愛被害届で一人ずつなんかポーズしていったじゃないですか、なんかハートのシール見せるやつで、あれで私なんかこんなことして、マイクこうやってつけてたんですけど、マイクがもう こんな中来て、やばーと思って。意味わかります。意味わかってください。マジでみゆちゃんしか勝たん、嬉しいよ。
赤じゃなかったよ、白かったオープンカー。あきら先生2台持ちですか。マイクガサガサしてたよね。そうなんですよ、もう悲しい。言うてること難しいごめんなさい。語彙力。はじめまして、はじめまして、 100m ランナーさん。7期生の可愛い担当ですか。そうです、私が7期生の可愛い担当でございます。よろしくお願いします今度やってたらみんなに怒られそうですね。私が可愛い担当やって言われそう。譲らん嘘、マジ NMB48 の可愛い子多いな。ルックスは坂道です。ありがとうございます。ツイッターとかしてますか。ツイッターしてないんですよ、早くやりたいな。ほっぺたプニプニだね。そうですかね、プニプニなんかな。夕方 NMB また出たい、出たいんです、出たいって楽屋で言いました。7期生の天然担当じゃないか。違いますよ、私そんなんじゃ。ルームフォローするね、ありがとうございます、嬉しい。研究生のうち SNS 禁止なんかな。そうなんよ、早く上がりたいな夕方 NMB 出るたびビリビリグッズの餌食やで。でもなんか今日でちょっと慣れた気もする。本当に今まで学校とかでもそういうのあったんですけど、本当に無理、嫌やって言ってたんですけど、頑張りました。みゆちゃんボケ担当、ツッコミ担当、どっちもできるみゆ SNS 更新しなさそうしますよします今高めのツインしてみて。キモい、似合わないですよ。私似合うんかな、ちょっと待ってください。髪の毛短いんでね。気持ち悪い、やーば、めっちゃキモかってびっくりした。やばい、髪の毛スプレーでチリチリになってる。ちょっと待ってくださいね、コメント見ますねみゆちゃんバラエティ向いてそうだなって思って。いやそうですね、やばくないですか、髪の毛どうなってんねんやば、ごめんなさいSNS したら毎日彼女ですか、いってらっしゃい、なぎちゃんみたいな。ああいいですね、それやりましょう可愛いってみんな、やったー、可愛いって。イブおるけどミオおらんの。ミオの人間もありますよ、あります。でもこれのこんなに大きいのは持ってなくて。いいシャンプー使ってそうやね。今いいシャンプーじゃないんです。もう存在が可愛いねって、やったー、お顔綺麗すぎ。いやーもうそんな、初めて髪染めるのは何色がいいと思いますか。でも初めてってなんかあんまり染まらないイメージあるから、なんやろうな。でもやっぱアッシュとかやったら真っ黒なりそうやから、茶色とか入れてみたらどうですか。まチャラチャんプみゆちゃん絶対 SNS 更新しなさそうってそんなイメージなんや、やだー、するもんみゆちゃんの横顔が美しすぎて毎回見ちゃう。横顔どれですか、こういうことかなみゆちゃんって急になまるよなまあ兵庫県出身やのに何のなまりがあんねんと思います、自分でも。前髪上げたりはしやんの。もう私前髪上げたらとんでもないことになりますよ、顔おでこ広いんで。アイドルの中で一番可愛い、いやそれはないですピエンとか使うの。私NMB 入る前にインスタとかやってたんですけど、名前ピエンとかで使っても、名前ピエンとかやってましたもん。
やだって口癖かわいすぎる。確かに言ってるかも。みゆちゃんずっと髪長いのか。あ、うんうん、そんなことないです。オーディションの時はあれエクステつけてました。はい、名前ピエンを笑う。確かにふざけてますよね。ピエンミュ。じゃあ特定され、特定 していいよ。ポヨンとか使う。ポヨン、ポヨンは使うんけど、なんかポヨンとかはなんか言ったこと、なんかたまに言います。名前ピエンはメンヘラかと思った。私メンヘラじゃないですよ。なんか地雷とか、地雷っぽいとか言われるんですけど違う。安心してください。今までショートにしたことないよ。なんかショートカットの女の子めっちゃ好きで、見てたらめっちゃしたいなと思うんですけど、私は本当に似合わないんです。瞳に画面が映る。わあ。現実でぽよはよく初めて来た。私結構いますよ。なんか見られてたりしたらぽよとか言って。一度でいいからおでこ全出し希望。もうほんまに視聴者ゼロになります。みゆての幼少期の写真とか見たら、ああいいですよ。ブログはちょっと恥ずかしいんで、もまめとかに送ります。なんか自分では子供、赤ちゃんの時めっちゃ可愛いなと思うんですけど、みんなに全然面影ないって言われて、ショックと思って。ちなみに全然髪の毛生えてないです、3歳ぐらいまで。毛薄いんです私。視聴者ゼロ、バレた。バレてる。バレへんと思って言わんかったのに。すっぴん配信は NG ですか。すっぴんでもでも可愛いですよ私。自分で自信のあるパーツ、なんか自分のことなんか可愛いとか言ってるけど、自信のあるパーツって言われてみると何でしょう。これですかね。もうそろそろ叩かれますね、こんなこと言ってたら。パーツは何が好きなんでしょうね。あ、みんな甘いです、みんな甘いですよ。7期密着でスピンされてお困りしてなかった。そう、怒ってました。あんな晒されて。もうみんな甘い、甘々じゃないですか。嬉しいです。もう場面おすすめですか、迷ってます。でも結構不定期かもしれない。毎日送るようには努力してるんですけど、正直に言います。でも可愛い写真を送ってます。目鼻口って歌知ってる。知らないです。ミュテンのお顔で一日過ごしてるみたい。そんなん全然いいことないですよ。ミュちゃんもまつげパーマしてる。まつげの上がり具合、まつげ、でもなんかもう今散らかってますよ、まつげ。あのまつげパーマしててもめっちゃビューラーでギャンギャン上げます。待ち受けにぴったりな画像送ってほしい。オッケー。たまに届く分。そうですよ、生意気ですよね、こんな7期生の新人が。ほんまにバカ。研究者の時点でこんな完成してるかあんまりおらんよ。すでに垢抜けてです。いやいや、そんな、もう23歳なんでね。でもこれからもっとまた可愛くなりたい。うわ、ミラーボール来やがった。これ何の踊りでしょう、わかる。部屋広そう。狭い、可愛すぎてフォローした。やったー、ルルルンさんありがとうございます。イエーイ。みゆちゃん顔近。あ、離れろ離れろ。青春のラップタイプ、そうです、正解正解した。あなたにはこれをプレゼント。
10年入ってくれるんでしょ。あーやば、怖いこと言ってる人いる。アイドルになるために生まれてきた子だと思うと存在がアイドルです。ニヤニヤ。地下アイドルしてた。あーこら言っちゃダメ。ウインクして、ウインクできるかな。目がキラキラだ。そうキラキラ。砂はサラサラ。星はキラキラ。じゃあふわりはふわふわ。もし NMB に合格してなかったら何してた？働いてました。就職してたかな。地下アイドル禁句案件。そんなことないですよ。全然。地下アイドル関係のコメント昼間で、ね、拾うとこ好き。何でも拾います。ランボルギーニ。あ、夕方 NMB 見てくれたんですね。クレーマー屋さんですか。そうクレーマー屋さんになりたかった。出た顔採用。いや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 、うん、作詞会再開してみゆちゃんのファンの人が他のメンバーの連いたら、え、もうこうやってなんで言ってるの、言ってるやんみたいな。睨みます。嘘ですよ。内定もらったの車、車屋さんとか、あと何やったっけ、何に受けたっけ、何受けたっけ、何受けたっけ。今の顔かっこいいって、イエイイケメン。こんな受け付けじゃいたら車買っちゃうもん。やばいじゃないですか。そんなちょろかったらダメです。ソフトボールのユニフォームの写真希望。あるかな、家に、実家にありそう。ディーラーってこと、なんかその就職活動してる時からなんかそのディーラーとかよくお耳にしてたんですが、ディーラーの意味がよく分からなくて、どういうことなんやろ。ソフトボールしてた、してました。NMB の受付所。いいんかそれは。私こんばんは、こんばんは。第1話にすぐ出そうやんだね。私ほんと演技とかほんとにできなくて、ほんとにピンクの DMW 乗ってそう。やだ、水色の、私が乗りたい車は水色のミニクーパーとかに乗りたいです。可愛くないですか、なんかデザインが。ソフトボールどこも持ってたの、セカンドです。セカンドも持ってました。ピッチャーもなんかちょっとやらされたんですけど、もう濃厚すぎて濃厚すぎてやばかったです。ディーラーの意味知らなくてもクレーマーさん受かったんです。受かりました。演技はユナナやね。ユナナ演技ほんまに面白い、最高。毎日ミヤのキーホルダー連れて出かけてる。あれもちょっと漏れてなくて、ごめんなさいの気持ちがすごいです。もっと可愛く撮りたいな。いかつい車乗ってほしい。いかつい車ってどんなんやろ、あれですかね、何やったっけ、思い出せない。あの海、砂浜とか走れる車ありますよね。2番打ってそう。5番です。持ってほしいの、あ、ジープ、あ、それジープ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 とかいかついイメージあるんですけど、そんなことないんかな。みゆちゃんは免許持ってるの？それが持ってなくて、あの合格した時に、あの卒業するまでには免許取ってねって言われたんですけど、
結局行かなかったんで免許取らなくて、あとなんか高校生高3の時にみんな免許取りに行き出すじゃないですか。でも私誕生日が3月29日で遅くて、なんか年齢的に免許取りに行けなく、みんなと一緒にその教習所に行けなくて、一人で行くのやだと思ってそのままずっと持ってなくて、でも私が運転したらちょっと危ない気がするんですよね。だからマリオカートでいっかと思ってマリオカートしてます全然関係ないですね5番セカンドなんですよ。そんな全然全然みーちゃん YouTube やったら面白そう。 YouTube 全然知らないんですよ。お勉強しないとですね。5番パワーヒッターやん。全然でも結構飛ばしてたのかな。パパがずっとバッティングセンターとか連れて行ってくれたり、お兄ちゃんも野球してたんで。マリカ今何、あもうこんな時間か。みえちゃん可愛いからすぐファッション雑誌の専属モデルのやつ。いやいやいや、私写真とか撮られるのがすごい顔が元ヤンっぽいのに、私本当に純粋無垢純粋無垢ちゃんだよやっぱ正座してるんで今めっちゃ足しびれてきました。あ、じゃあミラーボール消える。あ、踊りたかったのに。あープーみえちゃんに車を貸したらボコボコにして帰ってきそうやばい怒りますよね、そんなことしたら事故りそうなのは失礼ながら。あ、何踊りたかったっけ。何の踊りでしょうか事故りそうなのは失礼ながら共感したこらマリオカートも危なそうって確かにガッ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 ってぶつかる抜かされそうだったらスタート赤い髪が欲しい。あ、赤い髪最強ですよね、絶対当たるし、黒のあれなんていうキラー、黒のあれ最強じゃないですかだから上腕二頭筋がすごいのね。すごくないわ女の子のアイドルハマるのがみーちゃん初めてで、いろいろな仕組みが全然なんとか、やばーすごい、みゆすごい純粋無垢は自分で言おうへんいや言いますよ、本当に純粋無垢の無垢な子は自分で言います床の間の娘ではありません。みゆちゃん怒ることある？え、結構めっちゃ7期生の中ではキレショーって言われますでもそんななんかね、そんなないしょうもないことでもうってお、ピーク、そうだよピークだよ。あ、あの踊りで分かってくれたんですね。そういえばイントロめっちゃ強かった確かに天才ということでめっちゃ可愛い、やばい、やってやったー。こんばんは、今日は三重祭りだな。そうなのあー、そっかっていうのが天使そんな笑い方してた。ゴール前の雷をイラっとこない、え、めっちゃわかります。アイテムめっちゃいいの出て、その溜めてる時に雷とかされたらくそと思ってやめろや奥キャラ今日地味に噛んでるな、なんででしょうね、お口が疲れてるのかな天然だから純粋無垢も信じられる。うん、そうなんです
キレショー、キレショーではないですよ、キレキャラキレそうなイメージめっちゃあるよくないじゃないですかコメント読むの早うなったよね。ああ成長を感じていただけてお前にバンジージャンプはいらんこと言うな、笑ったほんまにアンジュでしょ、アンジュはいらんことすぐ言うからジオンちゃんとどっちが純粋ですか、え私じゃないですかなんでこんなに配信系慣れてるの、全然慣れてないですよ全然慣れてないです、ほんまに変なことばっか言ってねクソはダメごめんなさいお話し会で切れないでね、切れないですごめんなさいじゃあ今あのさっきの怒りは冗談ですよ、皆さん信じてくださいマリオカート乗ったら性格変わるタイプ、それギャーってやめてよって叫んでますミトリーズ優しい、えめちゃくちゃ優しかったです、本当にびっくりしました、もう優しすぎて泣きそうになりました、わらはらぐろ新しい四字熟語最悪や、こん全然やめてください皆さん、ごめんなさい嘘ですよのヒーローアカデミア私も見始める、おおやったー、めちゃくちゃ面白いんで、トドロキくんとねじれちゃんがかわいい、みゆちゃん切れたら七期全員ダブルね、さ七期全員怒りませんよ私、おらって言って違う違うそんなメンバーの方に切れないんですアンジュちゃん昼型でガチガチやった嘘ほんまに特技や特技とか披露してました、昼型の子ってめっちゃ面白いよ、垂れ垂れた垂らさないでくださいミトエイジさんの印象どうだった、へえもうほんまに面白くて優しくて、なんかすごい私たちが変なこと言ったり滑ってもカバーしてくれて、なんかすごいさすがやーばーと思って初めて告知してショールーム戦、初めてじゃないですよそういえば役年場どこまで見た、そうアニメまでしか見てなくて、でもアニメでも結構完結した感ありませんと思いましたたまに悪い言葉最高、言ってないよ気のせい気のせい、ちょこちょこ口悪くなるアイドル、やばい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 あーんココナに似てる時あるな、いやいやいや全然ないです、皇帝好きって言ってたら泣いてないすぎた正直に言っちゃいましたでもお姉ちゃんが見取り図さんめちゃくちゃ好きなんです、これはほんまです、明日早いから寝ます、お先におやすみなさい、そうですねおやすみなさい、そうですよね全然寝てください、キレ衝動はなくて顔がキレ衣装ってことで、そうですそう皇帝さんのくだりはガチでイラッときてらんまいな嘘申し訳ないです発言が嘘くさいってそれでよく言われます、よく言われるんですけどそんなことないんです、この短時間でキレキレなってるの、ほらもうほんとそうですよ、間違えたヒロアカめっちゃ好きやって、私もですヒ
ヒロアカフワリーの特技披露が面白かった。あ、鼻に小寄りするって言ってましたね。鼻水出さへんようになって言って気をつけてっての役ネバ全巻買った。すごい、貸してください。口悪くて悪見えでもみえちゃんなら何でもする。あー優しいですね。後ろもイメージある。そう、飾りこれ、あのあなた早川ゆなさんがうれーって芝居てた EV でございますよ芝居ではないな何人兄弟の？4人兄弟です。みゆちゃん2代目キリキャラ出身。本当に本当に私もう切れないよう、ぽやしみぽやちみ。校庭以外に好きな芸人さんいますか？わかるかな、ケント深谷さんっていうピン芸人さんとか好きです。わかります？練習終わって今見に来ました。何の練習ですか？お疲れ様です。ありがとうございます、こんな夜遅くに、キャラ編見る。キャラ編しません勝手なイメージだけど近い将来しれっとアパレルブランド立ち上げてそうだね。いや私ファッションセンスとかセンス皆無なんでそんなことできないんです。もっと清純かと思ったのに。清純ですよ、もうどっからどう見ても、どっからどう見ても清純でしょユナが来てるのにコメントしました。ユナなん、多分みえちゃんが目指すアイドル像も真逆にマッシュラ。ほんまそうですよ。よし今から取り返す挽回するぞ特技のフラッシュ暗算は闇に葬られたいやいやいや、またします練習では成功するんやけどな、何てやろな。みえちゃんみたいな妹マジ欲しい。おー妹にしてください。そうゆななにしばかりではない、ゆななにうわーってされた EV ちゃんたちです。なみなみでしょ EV がまたイーブン、イーブンちゃんって言ってる。イーブンちゃん可愛がってあげる。あ震えてる、ほらガクガクしてるわケント深谷はびっくり。なんでですか？あの似顔絵で知りましたお兄ちゃんはイケメンなの？イケメンです、嘘イケメンですユナナのコメントがサイコパスみたいで笑う。そう、あのアート芸人、そう絵が上手な人です。フリップ芸、純粋無垢ちゃんだもんね。そうですよ、私純粋無垢なんです、ね、イーブンで笑ってもだ、私も笑いました。見切れ始めました。本当や、自分を作らない、そんな子に魅力を感じる。私は作ってないんですよなんかあの噛みましたけど信じてね。検討会は初見すぎる、後で調べて、あ調べてみてください、めちゃくちゃ面白いんで同期で漫才するなら誰としたい？なんかこうなったらアンジュとかやっても面白そうですよねどこまで発言を信用したらいいの？私嘘つかないですよ、私嘘つかないんで信じてください。そうですね、このままでいたいと思いますじゃあそろそろもうこんな時間なので、私も明日の練習しないといけないので終わるよ終わるみーちゃん知れば知るほど面白いですねって、やったー。なんか今日みんなに嫌われたかな、なんかあんなちょっとなんかクソとか言っちゃったから
お疲れ様です。天使いつも唐突。確かに確かに確かに。ってやった、みんな早く寝ないと。だって明日も何かしらあるでしょ。ちょっとシャツが落ちてきた。名前呼んで。ハマモンさん、むしろ逆今日の配信見て好き。嬉しい。あーよかった、君を育てたい人。お願いします。もう場面待ってるで。あ、送ります。みんな明日も何かしら頑張ってください。私も頑張るんで。名前呼んで。ソルトさん、じゃあ最後にランキング読むぜ。読みます。よし。おうおうおう、うわ、12位、こうさんありがとうございます。11位、なんちゃんさんありがとうございます。10位、元気くんありがとうございます。9位、かずゆきさん、ああ先ほどもありがとうございます、ありがとうございます。8位、キャベツさんありがとうございます。7位、すえひろさんありがとうございます。6位、クレパスゆっちゃんさんありがとうございます。5位、トマト大好きさんありがとうございます。4位、たけぽんさん、ポーズなくなってきた。ありがとうございます。3位、あすかさんありがとうございます。2位、はるぼうさん、さえ心とも、はるぼうさんありがとうございます。1位、こぐまさんいつもありがとうございます。よし、読んだぞ。13位読んでないよ。12位、これではないのかな。多分、あ、そう、13位もやまか、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。13位、まやちゃんありがとうございます。ごめんなさい、12位からやと思ってた。よし、よし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 、ピエンピエン、ごめんなさい、呼んだ。初見でた。おやすみなさい、みんな。明日頑張ってください。明日もおやすみ。ピンピン、切りますよ、切るから。あ、危な、間違えた。切るからね。おやすみみんな。